はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ブレイブリーセカンド、前回の続きからやっていきたいと思います。まあ、とりあえずちょっと忍者が手に入ったんで、みんな結構強くして、まあ、忍者のアビリティを、覚えていきました。二刀の心得がやっぱり強いですね。マグノリアはもう忍者レベル7にして、まあ、このままちょっとガンガン進んでいこうと思います。じゃあとりあえずイベントの起こるお風呂ですね、行きましょう。ん？どこだ？上の方か。こいつか？あらあらみ、お泊まりですか？夜から日帰り入浴とかあんのかよ。あ、でもまあ2時間くらいだったら全然余裕か。どの浴槽にも。あ、いや。船。なんでこいつに聞こうとするんだ？お殿様。私よりも。お殿さん。はい、この湯の。なるほど。じゃあちょっと行ってみましょう。ちょっと行ってお殿様に会えるの？夜だよ、だってもう。まあ一応ティズが英雄だからな、また世界を救うみたいなことを言い出せば船の一つや二つ貸してくれんのかな。城はこっちの方か。お、こっから入るのね。夜だよ、入れてくれんの？頼もう。おう、ハゲ2人側近。なるほど、側近はハゲなんだな。しかもなんで突っ立ってんの？座ってろよ、疲れるだろ。よくぞ舞。要はこの湯の花の四代目当主完全に温泉だな。そなたた世にできることなら何。ありがとうございます。船くれ船。なんと船とな。世の総漆塗りロブネを進呈してもよいでます。え、またロブネ。そうだよ、もっとすげえ船くれよ。あいにくそう言った。まあ、確かにここで船っていう感じでもないしな。あれが治れば。あいや、あれって。あいや、外洋へ出たいのであれば交易船が。そんなんじゃとても。困ったな。まあそう焦る。落ち着きすぎだな。甘いものでも食しながら。甘いもの。うん、ちょうど旅の褐色人がやばいぞこれは。この国に来ておるでバス。毒ケーキだ、毒ケーキ。世にも献上されたようでバスが。甘ったるくてバタ臭いよ。よかったらそなたたち。これはケーキ。これって前回食べ損ねたから。いろいろ種類が。誰がどれを食べる。俺は残ったのでいいですよ。じゃあ残る。よし、早い者勝ち。ウェイウェイウェイ。私も狙ってるのがあるの。まあまあ二人とも。そうですよ、ほら。よし、ここは誰から選ぶか。なんでそういう形になるの？意味がわからない。わかってるわよね。でもさ、ユウ、あんたが。これ絶対食ったら毒だよね。こわ。とりあえず、ティズはな、結構主力だからな。まあイデアだろうな、ここは。お前が毒入りケーキを食うんだ。うっ、バタッとかなりそう。じゃあ、上品な溶岩位置。あ、よほど美味しかったのね。ほら、様子が変だよ。あれ、イデアさん、おかしいですよ。このうつろな目、どこかで。あ、うつろな目になるんだ。このケーキ、何か入ってるんじゃないのか。やっぱりな。なんと、まさか毒でバスか。わかりません。でもこれ、捨ててしまおう。そうだ。ち、気づかれてしまったみたいですね。俺はもうとっくに気づいていたぞ。な、あんたは。あなた、何も入れてませんよ。ただ美味なだけではなく、食べた人にちょっとした、あなたたちにはすぐ効果が出るよう、
その力を見せてやりましょう。ヘッブーン！なんだこいつは。わっ！お、なんだ？イデアさん？消えていく。助けてみんな。お、消えた。なんだこれ。見ての通りですよ。昇天してしまうのですって、そういうこと。ま、姿は消えうせ。これが本当の。なんで知って？まさか。でも夜になると戻ってたよね。全員あなたの察しがいいですね。お前、そう、皇帝陛下のお抱えパティシエで。パティシエのアスタリスクってなんやねん。パティシエのアスタリスク所持者、陛下の命を受け。パティシエになるにはアスタリスクを所持しないといけないの。お、はい、一味がいる。マネットお姉様、君たち死ぬほど。私の容姿は死ぬ。目の前のあいつ。ガッテン。では始めましょう。あれってことは3人で戦うの。いやーよかった。とりあえずパティシエのアスタリスク所持者、私が腕によりをかけたスイーツバイキングの全世界の女性たち。イデアでよかったな。うおー、あれゴーストは魔法しか使えない。よくね別に。イデア魔法だし、そもそも。よーし行くぜ。調べとこう。まずは調べとこう。基本だね。マグノリアどうしようかな。もういきなり北沢使っちゃおうかな。でもな、忍術も微妙だしな。うつせみの術。おー、本当に魔法しか使えない。あ、別にいいけど。ゴーストって何？どうやって治るの？ S 長とかで治るのかな？いや、そんな単純じゃないだろうな。とりあえずファイラを敵全体にかけてみよう。こいつはもう最初からウルフだからな。いつでも調べる。1万8千か。ファイラ。おらら。強い。いって。いってててて。おお、こいつも攻撃くっつえ。競争剤？ずり。ちょっと、防御しとこう。ケアルだ、ケアルだ。あれ、イデアヒットポイントがゼロだ。今見たら。これどういう状態なんだ？死んだら、全滅になるのかな？クソ強え。三刀流マジ強いんだけど、ケアルだ。ソフトケーキ。なに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 ？おい、出て。え、なになになになんだ？何が起こった？ケーキを投げつけられたぞ。ちょっとガードしよう。イデア一応ガードはできるな。あんた、誰がダーリンだと。大体。なるほど。優しくしてあげたら、勝手にダーリンだ。女の敵だなこいつは。しかし、いくら言っても、あの子。まさか私、それもこれも見た。お、またケーキだ。なんだこりゃ。あ、防御力が下がってる。ターンの最初に攻撃できる。まあいいや、これ使っとこう。攻撃力下がったりするのかな。あ、必殺技使おう。二つあるな。攻撃回数上昇、物理攻撃力上昇、やっぱこっちだな。で、これ。で、ブレイブをかけて、攻撃力か、こいつは。イデアはとりあえず、ケアルダを全員にかけとこう。で、ブレイブして、ウルフファングからのバイソンホーム。オーケー。あんたにとってもあったから勝た。あんな女、道具を壊された。そう、自分をただのドな。お前ら部外者、黙っ。くらえ。あれ、必殺技打たなかったの。つうえ、マジこいつバラージ。あ、ここで必殺技打つんだ。セーバーイ！バラージ。なるほど、バラージこれも効くんだ。ウルフファングめっちゃ強い。これもういいだろう。5000のは絶対いける。総攻撃を仕掛ける。ここで攻撃力も上がってるしね。間違えた。ブレイブ、ブレイブ。オラオラオラ。
こいつどうしようかな。とりあえずエアロラ、ファイラ、クリザラ、サンダラと。で、ウルフファング、バイソンホーン、ウルフファング、バイソンホーンと。完璧だ。絶対倒せる、これで。オラオラ、オラオラオラ、オラオラオラ。行きがけ。これどんだけ攻撃してんだ、こいつ。強すぎる。忍者マジ強い。ジョブレベルアップ、混乱無効。なんかいっぱいケーキ手に入れたぞ。パティシエってなんだよ。あんまり強そうじゃないんだけど。豊富なお菓子で状態異常を支配、敵の弱体化が得意、おすすめは探検と。食べ物を無駄にしちゃダメでしょう。ひどいよ、べちゃ。私も柄にもなく熱くなって、何をしてこいつは殺さないんだ。その綺麗な手は汚せない。これ以上無様な姿を晒すくらいなら、なんだこの指輪、私がエイミーにプレゼントした安物の指輪か。受けんな。安物の指輪。愛するダーリンへ。ダーリンが森で生まれて森で育ったうちは、ダーリンと出会わんかったらうちは追伸。うちの一番の幸せは。結構長く書いてんな。そう、起きた日曜日、あの手紙の中に。相変わらずこんな負け犬の情けないわ。どこに行くんだ。今度会った時には覚悟、最高のパンケーキを食べ。今度どこで会うんだよ。強敵ではなかったな。あれ、弱かったよ。何かを。あ、イデアよ、イデア。イデアのこと。あいつどこに去った。じゃあ、イデアがあたふたしてる。どうにか。確かにどうやって戻すんだこれ。お殿様教えてくれ。いやはや、あっぱれ。物陰に息を潜めて隠れてみ、そなたたちがいなければ大した礼もできぬが、これを進呈するでバス。バス、あ、バスポート。温泉ね。我が国。お礼なんてそんな、うん、温泉に入れば治るとか。そんな、温泉だよ。万病を癒すあの人なら、どんだけすげえ温泉なんだよそれ。とにかく試してみよう。え、お湯を取ってくるんだ。 お湯バシャってかけんのかな。お湯取ってきました。多分イデアはこの辺にいるはずだ。適当だな。はい、せーの。すげえお湯だな。本当に効いたぞ。効能がすごすぎて、いや、一時はさすがは。どっから湧いてくるんだこのお湯。ともあれ、今宵は湯。そうですね。え、で結局何？あれ、宝箱がある。探そう。ここ？これは話すだよね。お殿様のところにある宝。なんかいいのがありそうだけど。いや、どこだよ。マジで。こいつもはお殿様。おお、なんかいいもんくれよ。話す、話す。え、マジないんだけど。あ、こっちも行ける。あった。雲の人とかいらない。とりあえず、また温泉に浸かるのか。もう夜だしね。温泉でゆっくりしましょう。こっちか。
あ、そっか、あいつ、いなくなってるんだ。本当だね。ティズさん、どうです？毎晩腕立て腹筋を20回も。そうだね。うん、毎晩やってんのか、すげえな。失礼し、お殿様のお使いから、町を。ああ、たまたまって。またまたご。さあ、お、宴のご。宴？どんな宴が始まるんだ。あれ結局何も見れないのかよ。そうでしたね。まさにこいつ怪しいな。般若の面なんかやって。もう入んない。喜んでいただけたよ。え、あの料理。はい。え、大変だな。従業員一人って。従業員はお風呂場掃除からスーパーな会社。おろおろ。ところでに、うん、お殿様から大量の柚子がとお休みの前に。また風呂入るの？もうひ、お湯に柚子っていう柑橘。体が、あら、せっかくの湯、うん、私も。わかりました。また入ってるよ、風呂に。はあ、それに、うん、ねえ、うん、この間は俺、月の習慣なんてそりゃ知るわけねえだろ。気にしない、私が出会ったばかりなのに。でもね、その場で。お、ちょっと。そっか。ああ。うん。これからどうするか。外洋を突っ切る船を調達する必要がある。それにこの温泉のお湯を届けたいけど。ああ。一度冷めてしまうと効果が消えてしまうらしいのよ。あの昇天状態って、ハルトシルトの人たちにここに困ったな。困っているよ。なんだ君。え、まさか紫の。だが、ストーカー。あなたに新しい。え、いやいや、ただ君たちの助けになりたくて。チャンスともやしのはこの機会を逃が。え、なになに。殿様も言っていたじゃないか。私が修理しておいた。うわ、すげえやつだな、あいつ。おお、屋形船どころじゃねえぞ、これ。ちょ、いえ、一体何の騒ぎだ。よくわからないんだ。紫の、ええ。で、声は上の方から聞こえる。どうせいないんだろ、言っても。まあ、とりあえず行くか。行けというのなら行く。ん、どこ？ここ。あれ？ないないない。調べる。何これ。ソーダリン、紫のペン。でも姿がね。おお、動いたでます。お前も来てたのか。もう完全に動き始めてるぞ。あら、まあ、よもやこの船を直す。トロ様、くれこの船。いや、貸していただけませんか、この全開の湯を。あ、暖かいまま運んで昇天場。おお、うん、この船は湯の花の宝なれど、ハルトシルトを救った後は。てか、この温泉どっから出てるんだよ。だって船だったらおかしくね。よし、私の乗ってきた船と誰か操縦できるやついいの。お、うん、なるほどね。さす、よし、了解。これ敵出るのかな。おお、
ようやく重労働から解放されるよ。そうだよな、一日中漕いでたからな。いつでも温泉に入れるぞ。ほんほんほん、なるほど。温泉はだからどっから湧くんだよ。あとは敵が出るか。あ、敵ってどうなってたっけ。敵出ないようになってたよ。おっとっとっと、マグマ地帯、せっかくの船が燃えてしまう。結構遠いな。こっから上陸できるの？ちげえし、ここ別だし。おっとっと、完全に怪物に襲われてんな。見てや、どうしようかな。攻撃しても微妙だしな。間違えた。 OK。 あ、バイソンホーン強い。もうどっから攻撃してんだか分かんねえし。こっから上陸か。やはり砂浜から上陸しないといけないのかな。へえ、そうですよ。どうしてって、それを聞いて。危険な旅、そんな時は。じゃあ、え、悪いけどお給料は出せないよ。桜さんのお料理もちろん。やった。いや、君にお給料は払えないよ。でも結構ね、実は金持ってるんですよね。レベル上げしてたら金が自然に貯まったんで4万5000円ある。そや、最近アニエスの影が薄いな。どうだ？ダメ。屋敷の中も一人残らず。町の外のようだね。何が近づいてくる？てかさ、夜いたじゃん人。何なのそれは。軍曹殿、軍曹殿。あ、もうすぐ。この鈍足目のせいで、パネットーネ殿から一日に3回は。ハルトシルト攻略の好機であった。とっととハルトシルトの町を破壊して。あ、構わん。な、あれはかっこいいか。ユウ、イデア。え、マジいきなりだな。おっと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 、これ中に人乗ってんじゃん。わあ、人も対象だし。どうしよう、とりあえずこいつをサンダーに弱そうな気がするけどな。ゼウスの怒り使ってみよう。一応ファイラーを全体。よし、これでいってみよう。調べる。22,500。弱点、水かよ。錆びるからってこと？ファイラ。ブリトの方。ガード。橋の方、行って。おぉ。でも、リベンジャーが出たな。やったね。これ、誰から倒した方がいいんだろう。軍曹から倒そう。ケアルだと。800、900くらいか。ほら、3回攻撃。あ、死んだ。弱い。やるだー。勝ちます。メガトンスタンプ。リベンジャー、OK。ポラン。おら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 。何、中にいるから、硬いな。行きがけ。お、やっぱり硬い。水か。え、なになになにこれ。あんまり痛くない。一定とか思ったら。南極の風でどんくらい当たるかだな。ブレイブブレイブ。で、ブリザラを連発するか。南極の風、750。まあまあだな。
ブリザラ1300、よしよしよし、そこそこ当たるな。これあんまり強くない、防御力が減ってる。あといくつだ、まあでもまだまだあるな。ちょっとデフォルトでマグノリアを回復させてデフォルトと、メガトンスターン、甘い甘い。弱え。何、先生復帰してきた、マジか。とりあえずチャランを倒すか。じゃあ先に、まさか隠れていただけだったとはな。うん、これでただフリザラを使うとマジックパーが63になる。うわー、こいつも先生復帰してきた。バラージ行きがけ通表示さらばだ。バラージ、うん、バラージ強いな。キレート山登る。なになに、丸丸丸ふた、そうよっしゃ、頼むぞ。間違っても冷やすな。冷やしちゃっていいの。ボイラー温度上昇、硬い、息がけ、よし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 、息がけ、息がけもバラージ効くからな。ブリザラブリザラ、あ、イデアマイナス2になっちゃった、しまった。まあいいや、いけ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 。あ、2000だ、これもう押し切れんな、押し切ろう。ほい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 、いや、これはちょっとバイソンホーンとウルフファングを連発しよう。ウルフファングの、あれ、なんか間違えちゃった、やばいやばい、押し切れないぞこのままだと。息がけバラージ、よしよしよし、期待持ちません、帝国に栄光あれ。あれ、マジこっちは死ぬ、爆発とともに消えていくか。魔法防御貫通、ノーマライザー、名前はかっこいいな。なんだろう、お生きてる。まさか我が軍の次期主力決戦兵。軍曹殿、軍曹殿、浮遊城ディアマンテは明日未明をもって、お、移動しちゃうのか。目的地への速やかに帰還を果たせ。さもな、なお機体を遺棄する際には必ず爆破し、あ、こ、ち、構わん、引けません。おお、ポラン二等兵壊れてますから、あれ何、あ、歩いた方が早いんじゃ。ガシャコンガシャコン、かっこいい。それはそうと、町の隅々まで温泉をまくのは、じゃあお、グッドアイデ、それでは大きなぬぐぐ、いや、町の中心に噴水があったよね、その配管と湯、さすがキズ、やば、湯船ってどんだけあるの。あれが、よし、はやよし、お湯なくなんねえのかよ。だって源泉からはもう離れてるでしょ。おお、あれ、みんなの姿が見えるわ。やった、よかった。皆さん、お、グッドマン治ったか。いえいえ、でも夫の傷が少しすまない。あなた、ふー
互いを、しかし悲しい国を、ま、二人の愛、使命。何をやってんだこいつは。マグノグッドマンさんと、もしかしたら月での夫婦というのは。まあでも気持ちは。じゃあ今度は拒否しよう。さあ、あ、水の神殿か。次はでも浮遊城にはかなわないよな、どう考えても。船で次のところに向かえばいいのかな。あれ、なんかいっぱいあるどこへ行けばいいんだというところで、じゃあちょっとかなり目的地がなぜかいっぱい増えちゃってるんで、今回はこれで終了したいと思います。